エメカオカホーはアメリカが州国テキサス州ヒューストン出身のバスケットボール選手。NBA のシャーロット・ボブ・キャッツなどに所属していた。ポジションはセンターとパワーフォワード。コネチカット大学に進み3年間ベンベゴードンだとプレーした。2004年の NCWA トーナメントではチームを優勝へと導き、ファイナル4のオールトーナメントチームに選ばれた。 大学3年を終えた時点で、アーリーエントリーを宣言。2004年の NBA ドラフトで、ドワイト・ハワードに次ぐ、全体2位で、シャーロット・ボブ・キャッツから指名された。また、ドラフト直後のアテネオリンピックに、アメリカ代表として出場し、銅メダルを獲得した。1年目の2004から05シーズンのボブ・キャッツは、大苦戦を強いられたが、オカ・フォーは、古軍奮闘の活躍。 新人ながら中心選手として1試合平均15.1得点10.9リバウンドの高成績を残し弁護ドンらを抑えて新人王に輝いた。また11月11日から1月1日までの19試合でダブルダブルを記録した。そして2005年のオールスター投票でもイースタンカンファレンスのフォワードで7位の票を獲得、新人としては最多得票だった。 二年目となった2005から06シーズンは、シーズン序盤に足首を故障し、26試合の出場に終わった。その後先発として定着し、リバウンドとブロックでは、毎シーズン上位にランクインしディフェンシブな活躍を見せている。2007から08シーズンは、全82試合に先発出場したもののチームは低迷し、光の当たらないシーズンが続いた。 2008から09シーズン後、タイソン・キャンドラーとのトレードで、ニューオーリンズ・ホーネッツ、現、ニューオーリンズ・ペリカンズへ移籍した。2012年6月20日、チームメイトのトレバー・アリーザと共にはシントン・ウィザーズへ移籍した。2013年10月25日、マルチン・ゴルタットとのトレードで、フェニックス・サンズに移籍。しかし、2013から14シーズンは、 椎間板ヘルニアのために一試合も出場できず、以降は無所属の状態が続いた。2017年9月25日、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズとトレーニングキャンプに関する契約を結んだが、開幕前に解雇。解雇後に、傘下のデラウェア87アーズに送られ、NBA 復帰を目指すことになった。2018年2月3日、 ニューオーリンズペリカンズと10日間契約を締結した。2月12日に行われたデトロイトピストンズ戦で約5年ぶりに NBA の選手として先発出場した。この試合で岡方は8得点7リバウンドを記録。試合はペリカンズが118から103で勝利した。2月14日、ペリカンズと2度目の10日間契約を結んだ。2月26日、 チームと正式契約を結んだ。オフェンス能力は平均的である一方、ディフェンスは評価が高く、チームの守護神としてペイントエリアを支えている。真面目な性格でリーダーシップにもたける。ありがとうございます。